新幹線の大衆駅到着でございます。今日の部屋です。これはいい大当たりな感じです。来たよ、シュシュ。すごい。改札です。59分に出るシャロンっていうのかな、行きの電車に乗ります。あそこが新幹線の駅ですので、駅の売店です。たくさん汗をかいたのでしっかり水分補給ということで、多分ウーロン茶買いました。甘いかどうかは飲んだら分かります。昨日乗ったやつとだいぶ違いますね。いろんなタイプの車両が運行してるのかも。どことなく懐かしさを感じます。日本の電車っぽいです。18時22分シャラン駅、1日ぶりに戻ってきました。あ、こっち昨日乗ったのこういうやつでしたよね。っていうかまさにこの車両かもしれない。じゃあ新幹線3日パス券で乗ります。自動改札は通れないので係員さんのところでチケットとパスポートを見せます。たまには駅弁買おうかなと思ったけど、雰囲気的に完売っぽいですね。残念。音がする。あ、来ました。ちょうど来ました。新幹線かっこいい。自由席は前寄りのあっちの方の車両みたいなので急いで移動します。だいぶ空いてます。乗りました。あちらのおじさま駅弁食べてますし、お寿司を食べてる人もいました。19時34分、定刻より2分早かった。台中、新幹線の台中駅到着でございます。わ、大きな駅ですね。例によってここも中心部から離れているので、普通列車に乗り換えて台中の中心部へ移動します。あの椅子はあんまり大きくないけどマッサージ椅子ですね。なんか展示コーナーもあるし、本当に大きな駅です。いろいろお店があって、こっちもコンビニにスターバックスにいろいろあります。お土産用のお菓子のお店が並んでいます。パイナップルケーキ、台中発祥みたいですね。あれ毎度お気に食堂だし、で、あそこも山崎の食パンって書いてあるし、真ん中の寿司屋さんは違うかもしれないけど、この駅の中のお店、結構な割合で日本ですね。パッと見、システムは日本と同じっぽいです。うどん頼んで、その後スライドして天ぷら取ってって、最後に会計すると。台湾鉄道小時間、これが博物館的な場所なのかな、あるいは売店か。日本語あふれまくっております。敷地内をぐるっと回ってきました。あそこが在来線の改札のようです。微妙にリアルなのが心引きつける人形です。駅長って書いてあるけど、台中駅の駅長さんの似せた人形なのかな。駅の改札通った中にクレーンゲーム屋さんがあるなんて読めない。新ウーリっていうのかな、という駅です。ここから10分ぐらいで台中駅行けるようです。今更になってなんで台湾旅がいいのか分析できたんですけど、こんな感じで交通がしっかりしているので、気軽に簡単にいろんなところに行けます。さらに値段が安くて本数も多いので、それでさらに気軽に動ける、気ままに動けるっていうのがいいのかなと思いました。電車来ました。今回の旅いろんな種類の電車乗りますね。在来線も最近毎日のように乗っております。20時7分台中駅到着です。でかいな、ここも。わあ、でかいな。軽く迷子になりかけてます。あっちかな、繁華街。よく見たら芸術作品、人間で、台中、さっきガイドブック読んだら行きたいところ、食べたいものがいっぱい出てきて結構盛り上がっております。で、早速小籠包とかタピオカミルクティーとかかなとかいろいろ考えてるんですけど、まずは常識的に宿に行って荷物を下ろすことにします。急に日本語聞こえてきてびっくりした。お店いっぱい。今日は駅から近いところに宿を取ったのでもうじき着くはずです。さすが本場だけあって、タピオカミルクティーのお店も多い感じがします。バス停、マクドナルド。
お店たくさん営業してて結構賑やかな印象です。小さな川もあります。遊歩道整えられているので散歩も気持ちよさそうです。今のはあくびしながら食べ物に対しての情熱というか欲が出てきた。あ、分かりづらいな。すいません、ちょっとテンション上がって言うことがおかしくなってきてます。ここにバス停があって商店街があってナビルの10階に宿があるようです。分かりやすいしいい場所だ。着きました。なんかすごい綺麗でびっくりです。これは素晴らしい。何かにつけて素晴らしい。レビュー点数高いのもこれは真実です。わ、思ったより広い。いろいろ部屋があるぞ。今日の部屋です。これはいい。大当たりな感じです。ロッカーを開けたらアミニティ類プラス水までありました。これは素晴らしい。各ブースもかなり広いです。こんばんは、無食旅です。時刻は20時49分。21時までのお店入れるかどうか。あそこなんですけど大丈夫かな。小籠包食べたいな。急いで出てきたけどそもそも月曜日お休みみたいでした。残念でした。でもこのまままっすぐ歩くと夜市があるみたいなのでそこで何か食べましょう。しまった。昼間たくさん歩いて疲労が溜まってるから無理しないようにを心がけてたのについ興奮して早足で歩いちゃってます。素直にバス使った方がいいかな。ここが噂の第二市場ですね。あのルーローハンの写真すごく美味しそうです。今日はもうやってないと思うんですけど明日早起きして朝から来てみましょう。ここはなんだ、いただきます。日本冷麺、冷麺というよりはそうめんみたいな感じですかね。トマトはいいんですけどパイナップル入ってないか。かっこいい建物があります。都電の駅っぽいけどバス停かな。中通っちゃおう。改札はあるけど機能してないみたいです。この構造的に昔は路面電車が走ってたとかそんな感じですかね。結局歩いちゃってます。しかも早歩きも継続しています。中華路ということはここが目的地の中華路夜市でございます。歩行者天国になってないし今まで行った夜市とは雰囲気違いますけどそれでも道の両脇にお店がたくさん並んでて、はい、紛れもなくこれは夜市の雰囲気でございます。なんか美味しいもの探して食べましょう。中華路観光夜市。観光ってつくのは何か条件があるのかね。台北の士林も観光夜市ですし、夜市になってるのは主に道の向こう側ですね。こっち側来ました。お店は道路側向いてますね。でこっちはいろいろあって歩きづらいということは頑張って車道のギリギリを歩きましょうと。この構造はもうちょっと改善した方がいいかななんて思います。危ないから。21時なんですけどお客さんの入りはまばらですね。相変わらず歩行者天国ではないんですけど道の両脇にお店が並んで賑やかになってきました。いやでもこの構造で歩行者天国じゃないのはやっぱりちょっと怖いな。あそこの屋台面白い。食べるっていう提灯があります。決めきれないで歩いてたらもう夜市が終わってしまいます。ここら辺で決めよう。メニューがわからないし何屋さんだかわかんないけどいけすがあるお店が外れなんて考えられないからここで食べます。システムよくわかんないけどとりあえず挨拶して最短ってメニューもらいました。あ、シェシェ、はい、で料理がわからないのが第二関門だ。無事にオーダーできました。もういけす指さしてこれちょうだいこれちょうだいで、エビをお願いしました。どんな風に出てくるかはまだわからない。今日は暑い中頑張ってたくさん観光した自分お疲れ様のねぎらいビール、なんだかんだ言って毎日飲んでる気はしますが、おっと、あ、魚か。まずはチャーハン来ました。
美味しそうな匂いがするけど、まとめて写真撮りたいからエビ来るまでもうちょっと待ちます。超美味しいです。パラパラご飯、ふわっと卵、でオイスターソースの香りとかがうーんって漂ってきて、いやーなんか負けた感じがして悔しいな。何で競ってる立場か分かんないけど、台湾すごいなと思います。来たよシェシェ、すごい。いや250台湾元で何匹来るのか未確認だったんですけど、こんな来るとは。しかもわさび醤油ですよ。イエーイ。はい、全部並べて記念撮影、これは幸せになっちゃいますね。いい香りがします。もうエビをね、塩味で焼いてそのまんまなんですけど、そのまんま、こういうのが美味しいんです。台中最高。テストテスト、さっきカメラ落としちゃったんだけど大丈夫かな。大変です。今ここから落としてメインのカメラが壊れてしまいました。ごちそうさまでした。というわけでカメラ壊れちゃったからこれから GoPro で撮影なんですけど、やっぱり夜間は画質ちょっと落ちるんじゃないかなと不安です。でも夕飯美味しかったし、予備カメラあるし、落ち込んでても別にいいことないので気を取り直してこれからも頑張ります。まあこれで酔いが覚めて明日の朝あたり落ち込むかもしれませんけど、中華路夜市なんですけど、今度はこの歩道部分を歩いていきます。安いな、49元。こういう靴屋さんが随分遅くまでやってますね。もう22時なんですけど、これは猫のような虎のようなタピオカミルクティーの看板かな、このお店ですね。夜市の入り口の交差点まで戻ってきました。帰りは無理せずバスに乗りましょう。バス停です。台中は短距離だったらカードを使えばバスタダで乗れるらしいので嬉しいです。バス乗りました。バス降りました。本当に無料でした、よかった。ですぐそこら辺宿の入り口です。バス最高。宿に帰ってきました。ちょっとしたお土産物とかアメニティ類売ってます。で、あとキッチンがあったり水が飲めるのはいいんですけど、なんかコーヒーまで無料で飲めるっぽいです。これはびっくりだ。犬は宿の犬かな。部屋に戻ってきました。寝ます。おやすみなさい。